阿蘇市に自転車で自由に遊べる自転車の公園、阿蘇マウンテンバイクパークが完成し、平成30年4月15日にオープン。早速子供たちがマウンテンバイクを楽しんでいました。この日はオープンに先立ち式典が行われ、佐藤阿蘇市長が熊本地震に負けない新しい阿蘇の在り方としてサイクルツーリズムを立ち上げました。未来を担う子どもたちのため、地域の活性化に向けてこのコースができたことを皆さんと一緒に喜びたいと思いますと挨拶。佐藤市長らがテープカットを行い、阿蘇マウンテンバイクパークがオープンしました。このマウンテンバイクパークは阿蘇市が進めているこぎ出すサイクルツーリズムの一つとして、阿蘇市内の巻中央線沿いにおよそ400万円をかけて作ったもので、広さはおよそ2400平方メートルあります。マウンテンバイクパークにはマウンテンバイクの上りや下りを一周する中級者向けや初級者向けのパンプトラックコース、さらには上級者向けのトライアルエリアもあり、誰でも無料で利用できるようになっています。オープニングセレモニーとして2014年のダウンヒル日本チャンピオンの浦上太郎選手や、2017年バイクトライアル全日本7歳から9歳クラスで全日本チャンピオンになった山下トライ君ら3兄弟がマウンテンバイクでデモンストレーションを行いました。デモンストレーションが終わると、早速子どもたちが訪れてマウンテンバイクでそれぞれのコースに挑戦していました。